名古屋ドームです。中日ドラゴンズ対横浜 DeNA ベイスターズの一戦です。解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。相手先発がルーキーですから、そう簡単に抑えられるわけにはいきませんよね。いやもちろんね、今後のことを考えるとね、打ち崩さなきゃいけないんですけども、ただねデータがありませんから、ここはどうでしょうかね。ではそのあたり注目していきましょう。打順は1番に帰ります。バッター梶谷。ドラゴンズフォアボールのランナーを得点圏に進められています。さあ一打逆転というピンチを迎えたこの場面、初球は何から入ってくるか。また初球フェンスダイレクト、逆転のランナーも三塁を回った。サードランナーがホームに帰ってきました。セカンドランナーも今ホームイン。ベイスターズ逆転、2対1になりました。ドラゴンズさらにピンチが続きます。ドラゴンズ痛い敗戦となってしまいました。西さん、結局最後まで投打が噛み合わないままゲームセットになってしまいましたね。まあ流れとしてはね悪くないんですけどもね、もうちょっと打線がね頑張ってほしいなと思いますけどもね。明日以降ぜひそのあたり期待したいところです。勝った DeNA ベイスターズ、接戦をものにしました。一方のドラゴンズですが、残念ながら敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームはドラゴンズ敗れてしまいました。今日の解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりで名古屋ドームから失礼いたします。